はい、ということで皆さんこんにちは、朝岡修でございます。さあ、本日はですね、もう10月に入りましたけれども、まあ、今週欲しいスニーカーと合わせてね、ちょっと今月欲しいスニーカーについてですね、今日はちょっといろいろ喋っていきたいなというふうに思ってるんですけれども、いやー、10月もね、その確定してるもの以外、まあ、噂されてるものだけでも、かなりのボリュームのリリースがありそうで、まあね、もちろん全部発売されるかもちろんわかんないんですけれども、まあ、ちょっと順を追ってね、いろいろ上げていきたいなというふうに思っております。まあ、まずはね、あの、確定している中で、まあ、今週欲しいスニーカーにも、まあ、ランクインしてるというか、まあ、今週だったらこれだろうなって思ってるのがあるんですけれども、エアマックステイルウィンド4の、東京と言われているですね、モデルがですね、明日かな？木曜日に発売なんですけれども、まあ、全体にね、こう、パステルカラーというか、こう、ネオンっぽい、こう、東京のね、ネオンをイメージしてですね、配色がされたというモデルらしいんですけれども、インソールにもね、なんか日本語書いてあったりとか、まぁ、ちょっとね、日本ならではというか、まぁ、日本をフューチャーしたですね、一足ということで、で、配色もね、パステルカラーですっげー可愛いなって思った印象がございましてですね、まぁ、ちょっとそれは欲しいかなと思ってるんですが、まぁ、ちょっとアトモスコンがね、今週あるということで、まあ、アトモスコンの物販次第で買おうかなーなんていうふうには思っております。まあ、今回のね、アトモスコンは先行販売でそんなに目玉商品ないんじゃないかなーなんていうふうに思ってるんで、まあ、一応僕先行チケットね、当たってるんですけれども、まあ、別に欲しいのがなかったら、まあ、T シャツとかね、買おうかもしれないですけど、それぐらいで済むと思うので、もうその足でね、もう買いに行こうかななんていうふうには思っております。さあ、ここからね、まあ、発売が確定してるものもありますけれども、噂程度のものもございますので、まあ、ちょっとね、真意は分からないとこなんですけれども、まあ、まずはね、来週発売が決定している、酒井と、ナイキのコラボによるですね、ブレザーミットですか。秋冬シリーズのね、本当は先月発売だったんですけどね、また伸びたんだよっていうね。いよいよね、あの、ブレザーが、発売ということで、今回は、割とシックな白黒ですかね、が発売されるということで、まぁ、ちょっとね、また事前抽選とかは全部やろうと思ってますし、おそらくスニーカーズもね、あると思うので、まぁ、ちょっとね、力の限り頑張ってみたいなぁなんていうふうには思ってるんですけれども、結構ね、狙われてる方も多いと思うので、まぁ、かなりの激戦になるんじゃないかなぁなんていうふうには思っております。で、発売情報としてですね、10月の8日と10日ということなんですけれども、8日はですね、酒井系列というか、まあ、酒井の青山店であったりとか、まあ、そういうところでの、まあ、店舗抽選後のですね、店舗販売、そしてオンラインストアですかね、酒井の。で、販売があって、10日にナイキラボ MA5 だったり、ドーバーストリートマーケット銀座だったりね、ああいうところで販売されるということなので、まあ、ちょっとその両立ね、ちょっと僕も頑張っていきたいなぁなんていうふうには思っております。まあかなりのね、激戦になると思うので、まあちょっとね、ゲットできるかはわからないんですけれども、まあもしね、店舗並べたらそういうロケ動画とかも撮っていきたいなぁなんていうふうに思っております。あとはね、こっからはですね、まあ日本のね、スニーカーリーク情報のあるあるだと思うんですけど、やっぱ直前にならないと情報が出てこないってことなので、まあ一応発売情報というかリークの噂をもとにですね、ラインナップしていきたいなと思うんですけれども、まあ、まずはね、もうトラビス・スコットとナイキのですね、コラボによる AJ6 ですか、ヘアジョーダン6のモデルがですね、まあ10月なんじゃねえのというふうには今言われてます。10月の11とか12とかね、そこら辺っていうふうには一応リークでは出てるので、まあ、もしかしたらね、また AJ1 ローみたいにゲリラでね、発売するのかもしれないし、まあ、今回はね、ナイキラボとかでの、抽選もしっかりあって、で発売なのか、まあ、ちょっとそこら辺も全然わかんないんですけれども、まあ、ちょっとね続報待ちたいなというか、あのね、トラビスコラボ特有のポケットですか、あの、ね、バッグみたいなのがついてるっていう、まあ、ギミックとかもね結構面白いところが多いと思うので、まあ、トラビスシリーズはね一足はちょっと手に入れたいなというふうに思ってるので、まあ、ちょっとね、AJ6 発売されるようでしたらガンガン狙っていきたいなというふうに思っております。あとはエアジョーダン1のシャッターバックボードのですね、色違いモデルといいますか、まあシャッターバ 3.0 と、言われているような、モデルなんですけれども、まあリーク画像かなりテッカテカしてるんですよね。あれなんなんですかね。まあ材質が全然違うのか、まあ高級っぽい感じの、まあちょっとエナメルに近いようなですね、まあでもシアはあるんですけれども、
まあ、ちょっと特殊な見た目してるなぁなんていうふうに思ってるんですが、まあ、あれがね、まあ、10月、海外だと10月の25とかだったけど、10月の後半に発売があるということなので、まぁ、あ、ちょっと日本がね、果たしてどういう感じになるのかっていうのはまだ未定なんですけれども、もしね、10月発売されるようだったら、まぁ狙っていきたいなぁっていうふうには思っております。まぁ、あとはね、最近リークが出始めましたけど、フラグメントとクロットの、あとナイキのね、もちろんコラボにある3ネームのですね、エアフォース1がですね、青とか黒とか、まぁ、あ、なんか、色もね、まだ全然不明、詳細不明だとは思うんですけれども、ちょっとリーク画像が出てきたりしてて、それがもし10月なんだったら、まぁ、あ、かなりの話題作になるだろうなっていう感じですよね。フラグメントって言ったらば、もう AJ1 が超有名ですけれども、まあ、今回もね、エアフォース1というもうこれぞもうナイキの伝統の一足というですね、型を使用したのね、しかも3ネームのコラボですから、まあ、なんかね、すごく面白いことになるんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、これに関してはマジで全然情報出てきてないので、まあ、ちょっと出てき次第ね、まあ、狙えるようだったら狙っていきたいなっていうふうには思っております。あとはそうですね、ワットザシリーズでワットザ LA がですね、リップ出てますね、エアフォース1の型で。ワットザシリーズだと AJ4 のね、リークが前々からずっと出て、あれはね、11月23日に発売だっていうふうに一応出てたんですけれども、リーク情報としてね。まあ、それより前にこの Air Force One が発売されるのか、それともまあ LA で限定になるのか、まあ、ちょっとそこら辺はわかんないんですけれども、まあ、万が一ね、日本で、リリースがあるってことだったらですね、まあ、ちょっと欲しいなっていうか、あんだけ配色がね、入ってると、まあ、バスケ好きにとっては、まあ、めちゃくちゃたまらない一足なんじゃないかなっていうふうに思っております。あとは、まあ、これも、まあ、一応出るんじゃないかって、まあ、結構前からリークは出てるので、まあ、濃厚なんじゃないかなっていうふうな情報ではあるんですけれども、まあ、オフファイトとね、ナイキのコラボによるダンクがですね、あれ、全部で何種類あるの ?3 色ぐらいあるのかな?なんかよくわかんないシューレースが、1本プラスされてる。みたいな、まあ、ちょっと特殊なダンクですけれども、いわゆるナイキ SB じゃないダンク仕様なんですよね、多分ね。バスケットシューズとして使われていたあの頃のダンクの方で、まあ、多分アツタンでもないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、本当にね、ダンクが好きな方とか、いわゆるナイキ SB じゃないバスケットでのダンクが好きな方とかには結構たまんない仕様なんじゃないかななんていうふうには思ってるんですが、まあ、これもね、また発売情報も全然わからないので、まあ、あとはオフホワイトもね、ウィメンズモデルの、まあ、フルエーサーだったりとか、まあ、いろいろリーク出てるんですけれども、最近ね、ウィメンズモデルの展開が多いですよね。テラ絵画もそうでしたし。まあ、ちょっとそうなるとサイズ展開がないので、まあ、僕はパスかなって感じなんですけど、このダンクに関してはね、多分メンズサイズの展開だと思うので、ちょっとこちらがね、もし出るってなったらぜひ狙ってみたいな、というふうに思っております。あとはね、もう一つだけ僕注目して、全然10月とかは言われてないんですけれども、かなりリークが出てきてるっていうところからですね、まあもうすぐなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、カクタスプラントフリーマーケットのですね、コラボによる、エアフォースワンにモアテンみたいな仕様のですね、まあサイドパネルになってる、ちょっとね、面白い、なんか、ん?っていう、これ何なんだろうっていうですね、ちょっと不思議な気持ちになる一足がですね、トラビス・スコットも着用してましたし、結構着用画像が出てきてるんですよね。なんでまあもうすぐ発売あるんじゃないかなーなんていうふうには思ってるんですが、まあ、ちょっとここら辺ね、もし出てくるとしたら、これはちょっと面白いマッシュアップシューズだなーなんていうふうに思ってるので、まあ、ちょっとこれはね、出てきたらまあ狙いたいかなーっていうふうには思ってますね。モアテンタスエアフォースっていうね、まあ、ちょっと出どころが結構謎な、まあ、かなりこうストリートな感じのマッシュアップだなっていう感じは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、これが出てきた実物をちょっと見たいっすよね。どういう感じになってるのか、まあ、ちょっとここら辺がね、僕見てみたいなというか、もし出てくるんであれば欲しいなと思ってるスニーカーでございますね。さあ、ということでですね、僕がですね、今上げた中でもう8足ですか、もうこれ全部ってなったらもう大変な散財になってしまうんですけれども、まあ、全部はね、リリースされないんじゃないかなと思いますよ。そんなにボン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 は出ないと思うので、まあ、11月ね、もっと出込んだりとか、もっと先になったりとかっていうのはもちろんあると思うんですけれども、まあ、現時点でね、噂程度のものも含めてですね、リークが出てるもので欲しいなと思うものを、今回はね、上げてみました。皆さんはどうですか?何狙うとかね、もし決まってる方あれば、ぜひぜひコメント欄の方でね、今回もいろいろバイバイしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひコメントの方お待ちしておりまーす。さあ、ということで、まあ、月始めにね、ちょっと先月ができなかったんですけれども、
も、まあ、この今出てるリークの中でね、欲しいなと思うものをですね、上げていたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。今回のね、動画面白かったよと思ってくださった方は、ぜひぜひ高評価のグッドボタン、そしてですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしまーす。まあ、10月も果たしてどうなることやら、現時点でスニーカーズで、いわゆる発売予定の欄ってあるじゃないですか。販売順で横にね、てかその今後今週これがリリースされますよって普段はね、まあ何個か出てるんですけど、今ゼロですからね。なんかそのゼロってのもなんかちょっと不気味で怖いなーなんていうふうに思ってるんですが、まあ、ちょっとね、引き続き、ちょっと気引き締めてね、ちょっとアトモスコンの方行きたいと思いますし、アトモスコンと同時にね、僕土曜日はカスタムスニーカーコンの方にもね、遊びに行こうかななんていうふうに思ってるので、まあ、原宿あたりを僕はうろついてますので、もしね、見かけたらぜひぜひ声かけていただければなというふうに思っております。それではまた次回の動画でお待ちしております。See you next movie! じゃあねー。